タコマ級フリゲートは第二次世界大戦期にアメリカ合衆国で建造された懲戒フリゲートの艦級。大西洋の戦いの初戦段階で護衛艦,艦艇の不足に直面したアメリカ海軍は1941年イギリスよりフラワー級コルベットの提供を受けてアクション級コルベットとして運用していた。フラワー級コルベットは性能面で制約が大きかったことから イギリスにおいては、新設計のリバー級フリゲートが1942年より収益し始めており、同年12月にはカナダで建造された2隻がアメリカ海軍に提供された。当初、このアッシュビル級はコルベットとして種別されていたが、1943年4月にはフリゲートに艦種変更され、アメリカ海軍初のフリゲートとなった。アッシュビル級は、 技法や基銃、耐水上レーダー等は、アメリカ海軍の備品に改めて進行していたため、イギリス、アメリカ、カナダの3カ国の装備を混載する形となっていた。このことから、アメリカ海軍は、このアッシュビル級、すなわちリバー級の設計をもとに、装備を全面的にアメリカ式に切り替えるなどの改正を加えたフリーゲートの整備を計画し、 これによって建造されたのが本級である。なお本級の建造が順調に進展したことから、当初計画されていたアッシュビル級8隻の取得は中止され、これらは全てリバー級として英海軍で収益した。本級はリバー級と同様、他の多くの戦闘艦と異なり、小船構造で設計された。このため防御力の面で見劣りしたものの、建造期間が短くなった上、 海軍の造船所ではなく民間の造船所に建造を委任することができた。船体規模はオリジナルのリバー級と比して全長で0.8メートル、全幅で0.3メートル増加している。また建造にあたっては溶接範囲が拡大されて、ほぼ全溶接構造とされたことで、ブロック建造により適したものとなっており、このアプローチは後に、 A 海軍においてもロック級フリゲートで導入された。第二次大戦中に建造されたアメリカの護衛駆逐艦は主機艦に蒸気タービンもしくはディーゼルエンジンを利用するが、タコマ級は原型艦と同様フラアー級コルベット以来の直立型直列4機筒3段膨張式のレシプロ蒸気機関を踏襲した。主ボイラーとしてはバブコックウィルコックス車生産、 同式水管ボイラーを搭載しており、蒸気圧力は十六点九キログラムフォース平方センチメートル程度とされている。機関は常述の通り、オリジナルと同様の直立型直列四気筒三段、膨張式レシプロ蒸気機関であるが、アメリカでのメーカーは不詳である。主ボイラーは、前後のボイラー室に一機ずつ、その後方の機械室に二機の機関が、両弦に並んで設置されて、 それぞれ1軸ずつの計2軸を駆動していた。装備面では単戦隊型の護衛駆逐艦であるエヴァーツ級のものが概ね踏襲されている。手法としては50口径3インチ感射砲を監視艦板と全部艦板室上に背負い式に1機ずつ、また完備艦板にも1機と計算機を備えている。また広角基重としてはメートル連装基重を二機、 後部上部構造物上に備えていた。これらを完成する射撃式装置としては、主砲違反が環境上に、また副砲違反が広角機銃座の前方に設置されており、いずれもマーク51が用いられていた。対戦兵器としては、5看板に片原式爆雷投射機を片言4機ずつの計八機、完備に爆雷投下機上2乗を設置したほか、 監視官班の三ンチ砲座の間にヘッジホックマーク10対戦迫撃砲が装備された。これは旋海機構を持たない最初期の対戦前投げ兵器であるが非常に優れた対戦火力であった。100隻が発注されたが4隻が建造中止となり96隻が竣工した。なお、アメリカ海軍では教育体系上から蒸気タービンに習熟していったことから 本級の運用はアメリカ沿岸警備隊によって行われた。また他国への対応、供与も多く、建造された96隻のうち21隻はイギリス海軍に対応され、コロニー級と新たに命名された。また、対戦末期には日本に対する防備用として28隻がソ連の赤色海軍に供与された。ソ連では警備艦に分類され、 タコマ級あるいは PF 級の艦級名で呼ばれた。終戦後、ソ連から返還されたうちの18隻は、日本の海上警備隊に対応され警備船となり、海上自衛隊発足後はクス型護衛艦として1972年まで運用された。なお、日本は、本級の戦後の貸し供与先としては、最大勢力であった。また、 ソ連から返還されたうちの5隻は、創世期の大韓民国海軍にも対応され、トマン級フリゲートとして1973年まで運用された。アッシュビル、ナッツェツの2隻。アッシュビルは当初は、イギリス海軍艦、アドゥア、後には、カナダ海軍艦、ナドゥアと命名されており、完成までに国籍が参展したことになる。なお、ナッツェツのカナダ海軍艦としての官名は、 アナン。これらの機関で直接に推進機を駆動するほか、これらを発電機とした電気推進方式も用いられた。ありがとうございます。